じゃあやっていきましょう。お兄さんがね、うん、皆さんこんばんは、うん、オスの成虫割り出しやっていきます。全く聞いてないね、何を割り出す。いや、スマトラ、アチェ、アチェ、うん、アチェばっかり結構あったね。アチェと、うん、ちょっとテヨがちょっと流行っちゃうけど、見てみたいけど、テヨ、テヨ、ああ、具合よ、うん、一発目のテヨかな。そうそう、と、うん、こんなもんかな。テヨと、うん、サタンのオスが一つと、うん、あとはアチェかな。あとアチェ、うん、やっぱり2本に、ま、2本にしていいかな、うんうん、ベンクール、ベンクール、じゃあアチェとベンクールと、うん、あれな、今日はアチェだけやね。あ、今日はアチェだけいく、うんうん、3本アチェがおるかな。え3本アチェがおるかな。4本みたいわ。4本おる、うん、あ、これセットしておくのね。え、しながらできるわけ。できるできる、ブルッとなるけど。おい、上が崩れとったね、天井が。あ、そう、危なかったよ、うん、両方帰ったね、うん、だけ中が赤い、これ赤いけど、ちょっと赤いけど崩れとるけん、黒く見えたという。上がちょっと、寄りすぎ、寄りすぎ。イエス。あ、暗くなるけどね、うん、やっぱメスの後やけどでかく見えるね、うんうん、メスを割り出し動画出した後やけどでかく見えるね。じゃあそう、うん、あ、上にはちょっと立てた、もう立たずいけたね。98.7 ぐらいかな。 98.7 ね、うん、オッケー、取れました、まあ、多分こうぐんち曲がっとるけんさ、それまっすぐ伸ばせば99ぐらいあると思うね。99、うん、ここが上に上がっとるけん、あ、浮かしたての個体って 上にガーッとこう反るもんね。あ、そうでしょ、うん、まあ、そしたら少し測りづらいし。いや、ここがぎっちり詰まって上に反るけん短くなるよね。あ、そういうことで、うん、まあ、そういえば兄の声がやっぱ風邪ひいとる声やち気づいてくれた人おったね。あ、そう、うん、リヘイさんやった。治らんもんな。治らんちゃ、治りにくいじゃんね、一回でかかったら。基本かからんちゃけどね、うん、よいしょすげえ上手、一発で決めるじゃん。あと、これ一応よいしょ、はい、後で綺麗に書き直して、うん、よいしょ、次は、これ、まあ、あんまりどれも変わらんと思うけどね、フォークさん。あ、そう、うん、次回開ける分が期待のアチェでしょうかね。うん、そうね、メスがまた変わる、うんうん、ほんと血統って大事って思うよね、こういうの見たら、うんそのメスからのやつはもう全然違うもんね、やっぱ平均的に、うんうん、メスがね、うん、同じあれでもね、ラインでもメス違いで、メス違いで、ほんと違うね、うん、全部が全部に似てくるね、ほんと。それと禁止の状態よね、大きいよね。うわ、ガラス瓶重たい。そうね、重そうやね、うん、これ顎太いね、これあれじゃない、ハーキュリーじゃない、顎太い、ね、ハーキュリーやね、ほんとや、寄りすぎちゃうね、一個ハーキュリーがあった。うん、ほんと大きいよ、ほら見える、うん、見える、やっぱ太いね、全然違うよ全然違うね、顎たんで、うん、太いけんね、これ結構いっとっちゃないかな、内緒は。ほら 13.6 あるね、うん、
親が何やった覚えてまたあれミランとノートミランと 14.2 ぐらいかそんなもんやったね、うん、でもはっきりまだおるよねあおったっけまだおらったっけわからん上等や前回のと比べたら全然でかいねあそう、うん、1個前のはっきり比べたらだいぶでかい多分長さ大してないねこの手は、うん、顎短いし93ほんとやねうんそれでもやっぱ太いとかっちょいちゃねよいしょ色づいとったしっかり色づいたしっかりああ、勝て勝て証明したへんやね、うん、ああ、勝てこれおかんとダメマジ事故る、うん、おかんと事故る、うん、明日なんか食べたいのあるない帰ってきた時にないでもないうーん、勝てそううーん、勝てそういう時があっちゃうね恐ろしいわスプーンが曲がるそんなが出ちゃう、うん一発で行った整体のとこまで。うん、もう感想がもう分かれの感想ばっかばかに感想して。本当。すげえ。それ貸して。うん、まあ、どれやった？こっちやったかな。これがちょっと多すぎちゅうことよね鼻が。ああ本当や全然違うね。うん。7発も打ち込まれてる、うん。前みたいにさ、うん、引き数が少なければ。うん禁止の状態で水分が多いけんこの蓋とか、うんね、水分が少ないけんこっちの蓋とかこうチョイスできるけど今はもう全部使うけん、うん、ああそういうことか、うん、もう選べないもう選んどる暇がないだってこれテープ貼っとかんだからねああ言ったね塞がないけんじね、うん、ちょっとあっちゃんほんとやねこの差で違うね全然、うんこれだけバッサバサになるね仕事は、うん、いや、オスは大きいよあ、そうやつや、うん、調子よかったらもっと大きかったかもしれないよいしょまたまた幅が分かるやん、うん、幅ありそうねねさっきのあったやけんかないや、幅あるよ、5.6 ある5.3 か下げてうんあこういうやつが頭下げてもシャッとなると思います99.4 やね、うん、顎がね全然形状が違うさっきのとはあ、ねうん、体は太いけど顎が本当やね。スラッとするね、うん。ちょうだい。はい。ティッシュ。ナイス。あの。機体のアチェの方がちょっと早く組んどったかな。違うよ。これは2回目の最終交換が5月の分。あ、これは。不全やね。不全。うん。どうしよう。今度は大丈夫かな、ちゃんと。うん、前回のでも言うてないじゃんね。あ、そう。太さあるね。うん、太いよ今回の方が。うん。と思うんだけどね、めったにしないもんね、うん、前回、あれやね、うん、ごついね、これごついごついプレゼント企画に出しとった分は、うん、送る前にお亡くなりになった、うん、そうそうやった、うん、だけ
今回出た分を、今回出たっていうか次回出た分をね、一、うんうん、回ここで買ってからね、100あるよこれ、わすげえ100あるこれ送りましょう、うん、これが、ね、そう生きとったら、うん、ここでどのぐらいで大体生き、うん、大丈夫やなってなるのかな、うーん、そうね、2週間置けば生きとけば大丈夫かな、うん、あ、じゃあ2週間ここでしっかりね、うんうん、育つ中か生きとったら、そう、ゴツゴツやな、ごついね、ゴツゴツすぎて、ああそういうこと、ゴツすぎてちょっと不全したパターンやねこれね、選挙が 7.7 があるね、うん、顎も太いところね、2.7 一回り大きいね、前回のよりかな、100あるけんね、うん、100ミリ、これはこれ元気だったらいい種植えになると思う、うん、ここ裏から見て、うん、ここに、ここにこの辺に問題がなければ、うん、あの大丈夫やけど、これ問題ないけど、この辺にね、多分、うん、ブリードはできるね、うん、あ、元気はいいね、今今はね、うん、急に、分からんけん、急に、まあ、前回でも言うとったけどね、うんうん、あのどうなるかわからんしね、うん、あ、はい、よし、これはまあ、キャロットステージさんに元気やった場合、お送りする分です、はい。